はい、では今回は高齢者に対する支援と介護保険制度についていってみたいと思います。はい、問126、令和3年度版高齢社会白書で示された日本の高齢者の生活実態などに関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさいということで、これは2番の2016年時点での健康寿命は2010年と比べて男女ともに伸びているということですね。次行きましょうかね。問127番、高齢者保健福祉施策の変遷に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさいということで、これは2番ですかね。介護保険法1997年が制定され、高齢者のニーズに応じた総合的なサービス利用を支援するため、居宅介護支援、ケアマネジメントが定められたということですね。はい。次が問128。事例を読んで、Y 特別養護老人ホームに入所している高齢者への介護に関する次の記述のうち適切なものを2つ選びなさいということで、事例、H さん83歳は要介護5で、ユニット型個室の Y 特別養護老人ホームに入所しており、ほぼ日常生活全般にわたり介助を必要とする。自発的な発話が聞かれることは少なく、簡単な質問や指示に対してもほとんど反応がない。最近、かゆみのためか、ベッド上で自分の胸や脇の下あたりをかきむしることが続いている。感染性のものであるかも含めて、翌日に嘱託医が診察を行う予定である。介護、看護職員と生活相談員は今後の対応を話し合ったということで、これは2番、5番になりますかね。2番の入浴や正式で皮膚の清潔を保ち、適切な爪の長さに整える。それから5、これまでの皮膚の状態、かきむしりの様子などを嘱託医に情報提供できるよう書面にまとめておくということですね。他の選択肢はちょっとあまりにも、罰すぎるなっていうような感じですよね。感染性のものかわからないのに、他のユニットの利用者との交流を増やしてしまってはいけませんし、かゆみ、他の利用者が以前に使用していたかゆみ止め薬を塗布するなんてありえないなっていうようなところだと思いますね。はい。次が129いきましょうかね。事例を読んで、Z 地域包括支援センターの J 社会福祉士による妻への助言として適切なものを2つ選びなさいということで、事例、K さん74歳はレビー小体型認知症であるが、日常生活は自立している。妻68歳と2人暮らしである。1ヶ月前ぐらいから、部屋の隅を見て、虫が群れをなしていると怯えるものの、妻は自分には見えないし、急に動こうとするので対応に困り、Z 地域包括支援センターを訪れた。担当した J 社会福祉士はレビー小体型認知症の症状を説明した上で以下の助言を行った。レビー小体型認知症といえばパーキンソン症状と幻視ということなので、これ1番5番になりますかね。1番、パーキンソン症状により転びやすいので気をつけてくださいと。それから5番、虫が見えることを否定せず K さんの不安を受け止めてくださいということですね。それから問130番、終末期ケアに関する次の記述のうち最も適切なものを一つ選びなさいということで、これ3番のアドバンスケアプランニング ACP では、本人が医療ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を尊重するということですね。それから問131、介護保険制度における都道府県の義務に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさいということで、これ2番の都道府県知事は介護サービス事業者から介護サービス情報の報告を受けた後、その報告の内容を公表するということですね。情報の公表は都道府県の義務でございますね。はい。それから問132、介護保険制度の指定訪問介護事業所の従業者に関する次の記述のうち適切なものを2つ選びなさいということで、これは2番4番ですかね。2番の訪問介護員は常に利用者の心身の状況やその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し適切な相談及び助言を行う。4番、サービス提供責任者は
訪問介護員に対して利用者の状況についての情報を伝達し、具体的な援助目標や援助内容を指示するということでございますよね。それから問133番、事例を読んで、L 社会福祉士が活用を検討する施策や事業として最も適切なものを一つ選びなさい。ということで、事例として、L 社会福祉士は営利法人が経営するサービス付き高齢者向け住宅の職員として勤務し、安否確認や生活相談サービスを担当している。最近は介護サービスを利用する認知症高齢者の入居も増え、その家族等から高齢者の支援方法やサービス内容について様々な要望や質問が寄せられることが多くなってきた。ある日、L 社会福祉士は法人の取締役から、ボランティアなど外部の人が入居者の相談に応じて疑問や不満、不安の解消を図る仕組みが必要だと指示を受けた。そこで L 社会福祉士はまず既存の公的施策事業の活用を検討することにしたということで、これは3番の介護サービス相談員派遣等事業ということになりますね。はい。そしてこれが、次が134番、事例を読んで、 M 相談員が A さんの娘に説明をした入所施設について最も適切なものを一つ選びなさいということで、事例、 S 市に住む A さん75歳は大手企業の管理職として仕事をしていたが、過労が原因で60歳の時に脳梗塞を起こし緊急入院した。幸い一命は取り留め、退院後はリハビリテーションに努めたものの、右半身に麻痺が残り、要介護4の状態となった。A さんの介護は長年、主に妻が担い、必要に応じて介護支援専門員と相談し、短期入所生活介護や訪問介護などのサービスを利用していた。しかし、1ヶ月前に長年連れ添った妻が亡くなり、その後は娘が遠距離介護をしていたが、A さんが施設に入所し、そこで残りの人生を全うしたいと希望したので、娘は S 市介護保険課の M 相談員に相談した。そこで M 相談員は S 氏の入所に関する指針等を参考にしながら、 A さんに最も適した入所施設について娘に説明をしたということで、要介護3以上である、1番の介護老人福祉施設特別養護老人ホームが正解ということになるそうですね。はい。そして次行きましょう。問135、バリアフリー法に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさいということで、これは3番の公共交通事業者等は、その職員に対して移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならないということですね。はい、以上でございます。